お疲れ様です。うちわ TV 長野人、うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回はウイニングポスト10 2024についてね、動画を作っていきたいと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。おーほーほー、どうした？ゴリラっていう形かもしれないんですけどもね。ゴリラね、わかりました。世界で最速でこのゲームを攻略していこうと思っております。おー、どうしたどうした？ゴリラと3月の28日発売でございます。予約した？予約したよね、当然だよねみたいな感じなんですけども、予約されている方たちにね、朗報でございます。このゲームね、すでに攻略予約が始まっております。どういうことか。今12月の11日でございます。発売の4ヶ月前に攻略動画を出しているのは、おそらく YouTube 上、いや全世界でも俺だけだって思っているんですけども、攻略っていうのはさ、情報を提供するのとはまた違うでしょ。攻略っていうのは何していくのっていうところでございます。以前ね、無印の動画、無印買いましょうよと、サムレイユはね買うなみたいな感じなのに、タイトル買えってどっちだよお前みたいな形かもしれないんですけど、セールしているかもしれないウイニングポスト買いました？まだ買ってないですか？無印も今回ね必要になってくるんです。それはどういうことかと言いますと、主なパワーアップ要素の中にあるウイポテンセーブデータ特典、ストーリーデータがあればお守りのほか、スペシャルバーを含む国内の好きな脂肪バー繁殖品バーがもらえる。最初からやばいでしょ。これがね、やばいよ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 ってずっと言い続けてきたんですけども、何がやべえんだと。ウイニングポスト10 2024初の攻略動画、スペシャルバーをね解剖していきたいと思っております。まずね、ニューゲームで始めていくと、1973年からね2024年まで、まあ行く78年、行く84年、91年って、まあこのラインナップほぼ変わらんぞというお話もさせていただいておりますけども、今回はね、すべてのスペシャルバーをねご紹介できればと思うんですけども、まあやっぱ一番さ、スペシャルバーで機能してくるのは絶対に手に入らない馬がいる1973年だと思うんですね。こちらの1973年についてね、クローズアップしていきますけども、まずスペシャルバーってどういうものかと言いますと、始めていくと引き継ぎますか引き継ぎませんかみたいな形になってくると思うんですよ。じゃあ引き継ぎますよっていう形で引き継いでいくと、次のページにもあるんですね、システムの設定2にあったスペシャル脂肪馬です。ここはね、ウイニングポスト10の僕のね攻略の一番最初の動画見ていただくと、この馬もいいんじゃないかみたいなこと軽くね触ってるんですよ。ただね、スペシャル脂肪馬とスペシャル繁殖品馬のねクローズアップ、もうこれで1本取ろうっていうことしていないので、だからもう本当に申し訳ない。ああ、光栄とリンクできてなかった。結構大事だったゲームの内容、システムって実はここだったんだ。いや、まだまだだよ、5、6年やったってね。ウイニングポスト開発している人のね心のね隙間をね埋めることはできない。笑うセールスマンにはなれなかった。でもダーしたいんで、ここでねダーっていう動画を作っていくんですけども、このスペシャルシボバっていうのはどういうものかというと、日本ね、欧州、米国っていう形でたくさんねいるんですよ。これ何なのかと。これ1973年にスタートするんですけども、それよりちょっと前ぐらいまでの間で寿命を全うしてしまったり、怪我をしてしまってね不良になってしまった馬たちっていうのも出すことができるんです、このウイニングポストっていうのはね。まあウイニングポストというね、ゲームは競馬歴シミュレーションで史実をね愛せと、自分でね考えた素晴らしい馬を作っていきたい、こういう血統を作っていきたい、締め配合をしていきたいとか、いろいろな中でやっぱりこの馬で本当は参考を作りたかった。まあ有名なところであればテンポイントだったりだとか、まああとはまあね、まあサイレンス鈴鹿だったりだとか、まあライスシャワーだったりだとか、サイレンス鈴鹿だったりとか、あとは桜スター王だったりだとか、サイレンス鈴鹿だったりみたいな感じで、要はね、まあ夢半ばで亡くなってしまったような馬たちっていうのをちょっと前ぐらいまで遡って出すことができるんですね。欧州米国に関しては手に入れることはできないけども、国内のこのバランスがちょうどいいですよ。今回のねこのセーブデータ特典って、なんで全部やらしてくんねんだと、欧州米国はなんでダメなんだっていうのはシステム的な問題もあるのかもしれないんですけども、これねバランス調整なんですよ。あまりにねやりすぎちゃうと本当に破壊しちゃうねゴリラってやつがいますから、普通にね競馬界をぶっ壊すみたいな感じのやつがいっぱいいるんで、あまりやりすぎてしまうと欧州米国でね、例えばですけどね、ピッツァとか有名なところでね、ネイティブダンサーとかをねネイティブダンサーなんか出るだけでやばいんですけど、ビボーとかね、スワップスとか、めちゃくちゃ能力値が高い馬っていうのは実はいるんですよ。この馬をねプレイヤーのものにしてしまう、繁殖品馬もしかりなんですけども、そういうことをしてしまうと、もうバランスがね崩れてしまう、ゲームのね難易度っていうところは一気に下がってしまったりするっていうところで、今回欧州米国はねスキップなんですけど、日本国内はねさほどこのね大きな影響というよりは、むしろ日本の競馬の方が我々身近ですよね。だからそこをねチョイスしてバランスを調整してくれてるんですけども、まあお話長くなりました。簡単に言うとね、志半ばでいなくなってしまった馬たちっていうのを使える、これが無印を買う意味になりますよねっていうお話をさせていただきました。1973年ですと、こういったね、ラインナップになってきております。本当にね、まあ、土佐緑だったり、時の緑だったりね、浜のパレードだったりだとか、有名どころで言うとやっぱキストーンだったりとか、ボバで言うとこんな形でありますし、スペシャル繁殖品馬であれば、ライオンサンキストとか、白錦とか、ヒカルクイーンだったりね、ベロナだったりだとか、白チカラとかもね、出せるっていうのは非常にね、日本の競馬をね、古くから知っているとか、まあ、歴史が好きでね、こう遡ってみたりしたっていう方であれば、あ
この馬とかね、まあ優秀たちのね足跡とかね見ていらっしゃる方だと、おーこの馬がみたいな形の馬がね1973年のスペシャル馬では出てくるってイメージですね。ルドルフだったりの1973年ではなくて、ちょっと経ったね一つ下のところですと、こんな形のラインナップに変わるわけですよ。こだまだったりとか、ヘリオスだったり、ハイハット、ミオシオ、小松光だったりね、サウンドトラックとかね、知ってる方は知ってるんじゃないかなと思うんですけども、子孫馬一覧とかでね見ることもできます。この馬がねどういったね血統をね構成していってるのかっていうところも見れるっていうところもかなりいいのかなと思いますし、ことさらね志半ばでいなくなってしまった馬っていうのは、そうテンポイントとかもいきなり手に入るんですね。今回ねウィニングポスト10/2024だと、もういきなりテンポイントを種牡馬でね入れ込むことができるっていうね、強烈な状態ができるっていう形なんですよ。テンポイントファンで言ったらねもう号泣案件っていう感じなんですけども、まあそんなことができるっていう、光る高い名水だったりね、谷のムーティエとかね、めちゃくちゃいいですよねやっぱ無印買いだなって僕今思ってるんですけど、まあもう無印買いなんですけど、まああとはねスタミナがねもう振り切れちゃってるやつとかもいるんですよ。要はスタミナが100、もう意味わかんないでしょ。3800まで走るから、目指せガドラン賞でございますよ。ガドラン賞狙っていける馬がねいっぱいいるんですよ、ここら辺っていうのは。繁殖牝馬に行くとこんな形でございますよ。まあテスコガビーもねいなくなってしまいますんで、テスコガビーを一番最初から手に入れることができる、これやばくないシステム的にみたいな形なんです。今まではねこの一番上のね育73年にこうフォーカスがねめちゃくちゃ実は当たってたと思うんですよ。やっぱね競馬のね歴史をね変えていきたい。でも育84年から始めたらやばくないですか。いきなり10ポイント持っててテスコガビー持っているね、イカれたねもう牧場をね作ることができる。そして1991年行ってみましょう、どんな馬がいるのか。これねラインナップっていうのが意外とね年代が近くなれば近くなるほどやべえ馬どんどん実は出てくるんですよ。当然今までね普通にね1973年からスタートすればね札もらってるので、その馬を所有している状態っていうね、生まれる前からね横取りできるわけですよ。でも、ね、一番最初の1年目ってこううまくね機能していないっていう形なんで、この年数経ってプレイヤーではないね CPU が持った状態で引退している稀な馬を手に入れることができるんですよ。これがね結構ね熱いなって僕は思うんですけどね。1991年になると北海ベガサスがいたりだとか、まああとはねスピード値振り切れてる軍団であれば10ポイントね、ウォローとか光る高いねラインゴールド、いやいいですね、エリモジョージですはい、もうここら辺になるともう分かりますよね、桜スター王ですよ。なあもうね桜スター王はプレイヤーが持つともう三冠絶対しちゃうんで、史実通りで行きたいけど持っちゃうと強すぎるなっていうね難しいところのねバランス調整が終わってる有馬記念で怪我してしまってその後ね亡くなってしまうんですけども、桜スター王っていうのもこの状態ですよ。えちょうど良くないですかちょうどいいみたいなね感じの桜スター王も手に入れることができるっていう形ですね。車大ソフィアだったり、車大ソフィアってね割とね有名だとは思うんですけど、この馬ってめちゃくちゃねいい馬だって言われていて、車大グループのね基礎を作る予定だったんですけども、用語不良になってしまって、ただこれ血統やっぱ見るとね変態かっていうねノーザンテイストですよ。もうこれとサンデーサイレンつけてみたいと思わないですか。やばい馬生まれてくる気がねビンビンしちゃってるんですよね。そしてガビーですよね。だから繁殖牝馬でも強い馬っていうのもしっかりねいますし、このねやっぱ桜スター王を史実通りにね自分が持たないと怪我していなくなってしまう、でも自分が持っちゃうと強すぎるんです。それをうまくね後からの年数であれば純度が高い状態で手に入る、やばくないですか、決まっちゃいますよね。さあそしてね98年になりますよ。どん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 いますよ。このスペシャルでシリーズっていうのはねなぜね取り上げなかったかっていうとね、もうラインナップ多すぎんだよダブルのもいっぱいいるんでなかなかね動画にしづらいなと思ってたんですけど、まあまあまあいいでしょうっていう形でずっといるんです。テンポイントとかもマルゼンスキーとかも出てきます。サクラスター王だったりだとかね、ライシャワーですよ、グリーングラスとかも出てくるっていうね、でウォローっていう形でございますけど、繁殖牝馬もねラインナップがね変わるようで変わってなくて変わってなくて変わってるみたいな、どっちなんだいみたいな感じなんですよ。初代ソフィアが18歳になって、北斗ベガを見てくださいよ、もう完全にあの悲劇のあったあとすぐ引退してる助かった世界戦の完璧な状態の北斗ベガ。当然ね北斗ベガであればやっぱりねドバイワールドカップを勝つっていうのもありだと思います。頑張れば全然いけると思いますし、あそこでドバイ遠征行く行かない結構迷っていたところで行って怪我してしまった北斗ベガ、でも行かないっていう選択をした世界だったらこういう状態だったんですよ北斗ベガ。胸熱ですよね。98年でそういうことができるっていう形ですね。そしてねディープの時代まで来るとまあ誰しもがわかると思うんですけども、サイレンス鈴鹿ですねサイレンス鈴鹿がねここでラインナップに入ってくるっていう形ですね。サンデーサイレンスももういなくなっている。でまあエルコンドルパサーだったりルードルフだったりブライアンだったりサモンクロスだったりねダウジングブレイブだったりビアハイだったりミスターシービーだったりラトマイベガだったりメジロブライトだったりライシャワーだったりメジロパーマーだったりミオシンザンだったりサクラスターオだったりトニービンだったりカツラリエースだったりアイネスフージンだ、もうここら辺になったらさもうすべて知ってる馬になってくるわけですよ。しかも年齢もね高齢な馬もいればね
やっぱりね、アードマイヤベガなんかそうですけどもね、引退してすぐいなくなってしまったような馬だったり、ブライアンみたいにね、ちゃんと3区は残ってるけどもね、早く亡くなってしまった。まあ、エルコンドルバーサーもそうですよね。サイレンスズカみたいに競争中っていうところ。だからもうね、2005年になると一気にね、スペシャルシボバっていうのはね、もう神々しいぞみたいな感じになるわけですよ。ここの状態っていうのが素晴らしいと思わないですか？だって私のサイレンスズカって、エディットしてなくても、これほとんど S になっちゃってるんですよ。そりゃあ、もうさ、後継種馬100頭とかさ、作れるぐらいまでなりますよ。でも、このサイレンスズカってさ、本当はデフォなわけじゃないですか。まあ、俺は認めないですよ。認めてないけど、まあでも、世界通念的なね、ウイニングポストの後衛通念的に、まあこれぐらいだよねっていう能力値な状態ですよ。まあ、ちなみにこれね、ウイニングポスト手2024だったら、いじれるんだけどね。多分ね、いじっちゃうんだけども、でもこれが通念通りっていう考え方できますよね。これを途中でもらえるっていうのは、本来は導入しても、他の牧場にいて、なんか違うよねって感じだったんですけど、繁殖牝馬であれば登場させちゃえばね、買うことはできました。でも種牡馬に関しては自分の牧場にね、引き入れることができなかったわけですよ。これなんかもったいないなってずっと思ってたところにメスが入ったわけですよね。だから相当スペシャル種牡馬っていうのは掘り返すことができるっていう楽しさはかなりあるなと思います。そして、ね、2012年になると、まあ、やっぱりね、手術でね、いなくなってしまった馬っていうのがラインナップ並んでくるんですけども、スペシャルシュボバであればサンデーサイレンス、エルコンドルパーサー、アグネスタケン、オグリキャップ、成田ブライアンね、ワクシーオ、マックインとかもいますよ。サイレンスとかも18歳になっております。ここら辺になってくると怪我してレース中にね、亡くなる馬っていうのも減ってきてはいるので、引退してシュボバの状態でね、早めに亡くなってしまった馬っていうのがラインナップに入ってくるようなイメージにはなってくるのかなと思いますけども、繁殖牝馬もね、新興ラブリーだったり、スキーパラダイス、ベガー、競泳マーチ、ステリューインラブですよ、ファインモーションとかね、ラインクラフトとか、ここら辺もね、まあ割とね、知っている方結構いるかもしれないんですけども、繁殖牝馬はどんどん高齢になっているイメージだとは思いますけども、この2012年で始める方だとスペシャルシュボバの導入だったりだとか、繁殖牝馬の導入っていうのは、いや、まあ別になくてもなんとかなるよねっていう方結構いらっしゃるかなと思うんですけども、ただやっぱり一番最初からサンデーサイレンス本来いないんですよ。サンデーサイレンスが急に現れたら結構鉄塔のね、世界ぶっ壊せるっていう、簡単に壊せるっていうところもあったりしますんでね、このスペシャルシュボバね、僕はかなりね、おすすめなところなんではあるんですけども、実はですね、一番ね、影響があるのは当然イク73年なんですけど、二番目に影響があるのが2024年なんですよ。今まではですよ、繁殖牝馬っていうのは登場させれば手に入れることはできました。ただまあもうほぼほぼ超高齢なので、強い馬たちっていうのはどうなんだっていうところなんですけども、こっちのスペシャルシュボバに関してはちょっと話が変わってくるんですね。直近だとまあ一番有名なのはデュラメンテなんですけども、まあデュラメンテだったり、その他にもね、早めにね、いなくなったと言われているディープだったり、金亀だったりっていうのも2024年の状態で戻すことができるわけですよね。ディープインパクトっていうのはまだまだいけるんじゃないのかなっていう状態で早めに亡くなってしまったイメージでは僕はあるんですね。でキングカメハメハに関してもディープを追いかけるかのごとくね、まあ、いなくなってしまったイメージがありますんで、18歳19歳だったと思うんですけども、そこから考えるとこの2024年のね、そこにディープインパクトがもしいたらって考えるとめちゃくちゃ面白いなって思うんですよね。だってディープめちゃくちゃ本当に産駒に影響力を与えている馬の一頭ですし、まあ相方にね、キングカメハメハも一緒に出せば血統の飽和率っていうのをね、分散させることもできるって考えて、そしてそこからね、後継のデュラメンテがね、日本を征服するっていう素晴らしいシナリオも書けるんじゃないのかっていう形ですんで、このスペシャルシュボはね、意外とね、漏れやすいところであるので、ラインナップにまざーっとご紹介させていただきましたけども、実際いるのかいらねえのかっていうね、お話でございますよ。1973年のセーブデータで種付けの状態で見ていけばわかると思います。ここがね、僕が今回チョイスしてた馬たちなんですけども、まあ繁殖牝馬に関してはもうベロナ以外は真っ当なベロナがねちょっと抜けてるかなっていう感じなんですよ。この馬ね、オークス馬なんで、 G1 馬なんで、能力値がね若干他の馬より高いようなイメージただね、もうボロクソです。もう嫌がらせかっていうぐらいね、ケチョンケチョンにされてます。ただですよ、シボバに関してはラインナップは結構強烈になります。上位のね、スピードの馬、スタミナの馬、このねパラメーターを重視して追加するとこんなラインナップになるんですね。ニンバスがいて、ザラズストラーいて、ハマノパレード、ワラビー、キーストーン、コンチネンタル、マキノホープ、ダイナホーシュ、白地から時の実です。この10頭になってくる形なんですね。やばいのはやっぱり時の実です。これ間違いなくね、やばいです。この馬 S が出ます。普通に欧州
中決闘なんで、直近で5年以内に凱旋門賞を勝ちたいっていう方はまず時のミドルは確実に出した方がいいです。能力値めちゃくちゃ高くて、しかも決闘は欧州に振り切ってますんで、いきなり1年目から凱旋門賞を狙えるような馬を作れるんです。これはねチーターかなっていうレベルです、時のミドルは。そしてね白地からもめちゃくちゃいいです。非常にね能力値高いんですよ。知ってる方は知ってると思いますけどね、白地からってめちゃくちゃ有名な馬なので、まあ有馬記念ね、天皇賞、日本ダービー、毎日王冠っていうね、 G1 級はそんなに勝ってないように見えないみたいな風に見えちゃうじゃないですか。名馬列で見ていただければわかるんですよ。この頃のね G1 ってあんまないんですよ。ジャパンカップもないからね。だから普通にこれだけ勝つだけでもすごいわけなんですけども、まあやっぱアメリカに遠征してるんですね、白地からは。白地からはどう見ても血統はさ欧州寄りなんですよ。間違えちゃってるっていうね。そして第7報酬ですね、こちらもね3300まで走れるね非常に素晴らしい馬なんですけど、この頃の天皇賞はね3200だったような気がしますんで、非常にねスタミナをね要するような馬を作るんであれば第7報酬だったりっていうところ。そしてね何よりもキーストーンですね。僕はねもうキーストーンかなり好きな馬の一頭なんですけどもね、6歳の秋のね阪神大賞典でレースでね最後の直線ですよ、内ラチ沿いを走っていたところでね転倒してしまって落馬して骨折してしまって予後不良になるんですけども、うずくまるね山本騎手に寄り添ったエピソードがね感動的なんですよ。キーストーンって言ったら、キーストーンってどんな馬ですかっていうと、これもう本当にいつか一頭フォーカスするのところで動画を作りたいんですけど、すっげー簡単に言うと競馬はドラマだっていうのを作った馬ですただねこの馬も非常に強いのでかなりねおすすめだなと思うんですよ。そしてもう一頭ね、この浜のパレードも結構こうコアでいい馬を出すんですよね。思った以上に小出しはそんなに高くないのでなんとも言いづらいとこなんですけども、ただ浜のパレードは日本競馬っていうのが予後不良っていうのの大切さを分かった馬だと思うんですね。この馬っていうのは高松の宮杯で骨折して予後不良になってしまうんですよ。その後今だったら安楽死処分っていうね形なんですけど、なんと屠殺場に持ってかれてるんですよ。これはねもう本当に衝撃的でしたよ。多分当時知っている方だったらニュースになってる、新聞に載ってる感じなんですけど、これをきっかけでね安楽死のルールができたんです。浜のパレードだったりキーストーンっていうのは今の日本競馬を完全に作った馬たちなんですよ。だからそういう馬たちを所有できるって考えるとめちゃくちゃ胸厚じゃないですかましてや時のミノルですよ、やばいですよね。10戦10勝した馬が出せるんですよ。こんなスペシャル種牡馬を出せるウィニングポスト10 2024、無印から買わない理由ありますかただですね種付けに関してはですね結構残念なね感じでございます。これねどうしてもね繁殖牝馬の方にウエイトがね寄ってしまいますんで、どうしてもしょうがないなっていうところなんですけど、ただですよ時のミドルに関してだけはこれ太鼓判が押せる理由がありまして、2125年でございます。ザテトラークっていうところにね属している馬だとは思うんですけども、ザテトラークっていう馬がいて、そこからね2台後のセフトっていう馬が非常にね優秀だったんです。時のミドルとボストニアンっていうね2頭素晴らしい馬を作ったんです。でこのセーブデータ、もともと僕は時のミドルを最初の5年間は愛していました。まあ欧州で大活躍した馬を出すこともできて、なんとですね時のミドルから見たら200年後の先にも直系の馬いるんですよ。こういうことができるのがウィニングポストの胸厚なところなので、このスペシャルシュボバ非常にね素晴らしいシステムですんで、初手の攻略には相当いいと思いますんで、ぜひねウィニングポスト10無印から買っていただいて、私とともどもにねスペシャル馬を含む国内の好きなシュボバ&繁殖牝馬をもらって、2024ね3月28日からねウェイしていければなと思っております。こんな形で引き続きね、まあ世界でね一番最初にねウィニングポスト10 2024を攻略しているチャンネルでございますんで、ぜひねウィニングポスト10 2024をね世界で最速でね攻略をしていきたいなと思っている方は、ぜひともチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わろうかなと思いますけども、まだまだストーキングしていきたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次の動画配信、バイバイ。